この赤塚口の花壇、白っぽいのはやはりチューリッペだって。あ、違うの、黄色いのがクリサンタ。これなんていうんだ。あ、違う、原種チューリップ、ペパーミントスティックだって。だってこれ昼間だけこう開いてるのね。帰り道寄ってみるとこう閉じてるのね。知ってた？ね、一応取っておくからさ。また下が回んねえんだ。下が回んねえっていうかね、痛くてしょうがないんだ。これで行くとちょっとあれかな、上がるすぎちゃうかな。あらら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 ってダメだから。こういう時はね、いいモードにしちゃうの。いいモードにしちゃうの。そうするとカメラがやってくれるから。これで見ると全然見えねえ、全然見えねえ。このモニターさ、照度が足りないから、この炎天下だとね、メガネ関係ないんだよね、あんまり。ほら、ツバがあるからそんなに真っ黒けになってない。これで見るとね、その石が丸っきり見えないんだよ。そんな状態で撮ります、はい。ほとんどモニター分かりません。適当、この辺向けて、せーの、パチャリンコ。あ、連射になってました。はい、連射、連射切ります。うん、めんどくさい、全部切っちゃう、全部捨てちゃう。取り直し、はい、取り直し。連射モード、もっぽよっちょっていと、はい。ペパーミントスティックってそのままね、文字も入れてあげたいね。こんなもんか、こんなもんか。スティック入ってるかな、見えねえんだよな。ほぼほぼ見えません。ちょっと上向けて、バリアングル上向けて。もう来た来た来た、ちょっと離れないとダメだ。70ミリだからよ、70ミリ。あんまり良くねえな。この辺から撮ってやっかな。桜越しに撮ってやっか。ペパーミントスティックっての入れてやって、多分こんなもんで撮れると思うよ。ほんと、これこれ、もう一個撮っとくか。これどっちか使うから、はい、 OK。 この辺もじゃあ撮っていってるか。この辺も撮ってやっか。黄色いのはちょっと違うんだって。チューベルだって、チューベル、チューベルって言うんだって。合わせといて、ちょっと向こう抜いてやって、ちょっとこんなもんだな、こんなもんだ。このこれこれ、これもたまた違うの。ヘロスカリス。ちょっと文字が見えないかもしれない、文字が見えないかもしれない。こっち流しといて、ちょっと文字が入んないかな。はい、な、いつものアングルで、この辺で望遠だからかなり違うぞ。どこ行った、どこ行った。こんなもんで、じゃあこの文字に合わせてな、文字に合わせて、パチャリと、はい、オッケー、おしまい。これなんか怒ってる。ストップレコーディング。